こんにちは。京都女性漢方相談の松宮局管理薬剤師梅垣真美です。本日のテーマは、花粉症の漢方薬についてのお話です。小生粒糖という漢方薬は、鼻水や痰、風邪、アレルギー性鼻炎に良いとされています。177種類ある漢方処方の中で非常に有名なお薬の一つです。今から、この小生粒糖の効能効果や、どんな人がどんな時に飲むとよく合うのか、 また、服用される際の注意点についても簡単にわかりやすくお話ししていきます。花粉症がある方やハウスダスト、寒暖差でくしゃみや鼻水が出るなどの症状でお困りの方は、ぜひ最後までお付き合いください。小生流糖は、眠気の副作用がなく、アレルギー性血膜炎の目のかいみや、涙などの症状にも効果が見られることもあるため、花粉症の時にも良いとされているお薬です。小生流糖の効能効果は、 体力中等度またはやや虚弱で薄い水温のタンを伴う鼻水が出るものの次の所象気管支炎気管支喘息・鼻炎アレルギー性鼻炎むくみ寒母花粉症です胃のあたりを軽く叩くとポチャポチャと音がする胃部浸水音がある場合が多いです漢方的には胃内低水進化の水毒といって日頃から胃の中に余分な水を抱えている状態の方に合います そういう方が五臓でいう肺の失調を起こすと先ほどの症状鼻水、痰、くしゃみ鼻づまりなどが出てきます使用上の注意としては小生流糖に含まれる配合症薬の中に魔王がありますが魔王の副作用で頻脈、動悸、血圧上昇などが起こることがあるため心臓病や高血圧がある人や高齢者は特に慎重にしてくださいまた、 肝臓の副作用で、むくみや血圧上昇などが起こることがあります。アルドステロン症、ミオパチーという筋肉障害の病気や、低カリウム血症のある人は飲めません。漢方薬を飲んで良いか分からない方や、漢方薬を飲んでみたい方は、松宮局までお問い合わせご相談ください。 今シーズンは花粉被災が少ないと予測されていますが花粉症の方が杉花粉を吸い込んで鼻の粘膜にくっつけば杉花粉の表面に付着している抗原が粘膜から侵入し即時型アレルギー反応でくしゃみ鼻水の症状が発現しますさらに半日くらい遅れて遅延型アレルギー反応で鼻づまりが出てきます夜寝る時の辛い鼻づまりはこのためと言われています漢方薬による花粉症の対策としては 杉花粉が飛散する開始する前大体1月下旬から2月上旬地域により多少前後しますが調整流糖や魔を武士最新等を少量服用する方法があります花粉飛散開始後もそのまま続けていただきます松宮局のチャンネルではとっても簡単わかりやすい漢方薬のお話や役立つ健康情報などをお伝えしていきますよかったらいいねボタンチャンネル登録を押してもらえると嬉しいです 動画右下の逆三角形のボタンを押してください。松宮局のホームページリンクを貼っていますので、そちらからご相談、お問い合わせもできます。ありがとうございました。